降りてやった時と電話をやった時、うん、そうやな、今やったらまだ。おい、これ乱歩軍団のジョリー、おい、俺に勝てんのんけ。おい、これなあ、やるやなあ、ビビってんちゃうで、俺小判ジャメが、アンポルキャーシャンの小判ジャメが、これ来いや、あ、来いや、これやったんだ。いくら練習しても俺のスター性には勝たれへんわな。俺食えるもんやったら食うてみ、後ろに見える俺が見えへんのんけ、これはね。ガシュ、はよ来いや。おい、俺がディオちゃん、よいしょー。なんすか、今日は。今回なんですけど、カオスさんという総合格闘技の道場に来させてもらったんですけど、ユージローさんです。副代表さんので、なんで今日ユージさんのとこに来たかと言いますと、さっきあの喧嘩自慢でユージさんの門下生の方とスパーリングさせてもらって、ジョリーアンポールキアチャンネルのジョリー、はい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 、いるじゃないですか、はい、でそれに、僕対戦しろと、はい、勝負しろと吹っかけました、はい、喧嘩売りました。のんけのんけ話聞いたら、ユージローさんがそうね、やってるんですよやってるんですよね。アンポールキアの内弟子になるための試験のスパーリングを僕がやったんだ、はい、っていうことなんですよ、はい、なんでもしよかったらっていうことで、はい、お声掛けいただいて、だから僕が今のレベルでジョリーより強いのか弱いのか、はい、スパーしもって、はい、見て教えてもらいたいなということで、プロですからね、K-1 ジャパングループで、はいはい、試合させてもらっています。最近誰倒したんでしょう。近藤健介選手と試合をして、はい、KO 勝利。あ、近くだ、どうだ、来たか、膝突き上げた、おお、収めることができたんで。近藤健介選手もすごい強いし有名ですもんね、はい。リオさんのチャンネルで山本哲也さん、はい、お伝えしようと思うんですよ。はい、僕山本哲也さんとめちゃくちゃ試合がしたいんですよ。翌日の記者会見、はい、そこででも、まあ、山本哲也さんとやりたいからそこまで行きますっていうことを公言してもらってて、今のところは K-1 の舞台で山本哲也選手とやれるとこまで登っていきたいなって思ってます。はい、まあこれもなんかの縁かなっていうことで今、逆に大和哲也とやった感じ、あのどうかなっていうのが難しいかなと思います。謝っとけ、絶対謝ってて。大和哲也さんにも謝ってます。大和哲也さん、すいません。大和哲也さんがもし見てはったら願い叶えばと思います。はい、今からちょっとスパーリングして、ジョリーとどちらが強いかっていうのも、はい、なんかいろいろ見てもらえる、その様子をちょっと見てもらおうかなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。2分間で、はい、なんか指示くださいね、ヒロキさん。いきまーす、はい、はい、いきます、はい。なんかだいぶ怖いですね。めちゃくちゃ怖い。全く見えなかった、うん、決まりましたよ、はい、ユージローさんありがとうございました。どうやった電話時、やばい、なんかあの
となってな、うん、ですごいあの見えないし、あの、うん、やっぱコンビネーションがレベっちゃった、やばい上やばいなと思ったら、うん、下からなんか飛んできて、そう俺も見ててすごい見てた、やばそうやな、膝飛んできてんなと思ったら、うん、一発多分オーバーの右が入って、入った、やばい全く見えてんから、多分入れられてたら意識飛んでるやつ、なんかどこが僕の悪いとこといいとこ一個ずつ上げてます、あ、いいとこ2、悪いとこ2の方が良くないですか、あ、しはい、じゃあいいとこ、あ、はい、いいとこ、いいところ2で、はい、まあシンプルにフック多分得意だと思うんですけど、フックまあ強いなと、パワーがまあ今日強くしっかり出てるなっていうのと、あとは前蹴りで距離取ったり、あとは蹴りも下もゲット上もゲット、まあチラシも意識できて良かったかな、2点だけで言うなら、はい、はい、いいところで、逆にまあ改善点をした方がいいかなと、はい、もうちょっとジャブついてで軽くのね、軽くのジャブついて相手との距離感持ちながら、でそれこそ前蹴りよく出せると思うんで、それも織り交ぜながら入れて、もっと散らす意識で数を増やすみたいな、そうですね、強弱っていうのが大事で、お腹蹴ったらロー蹴って、ロー蹴ったらハイ蹴って、ミドル蹴って、はい、もういろんなところを触る、まあまあ多分そんなにトレーニングはやってないと思うので、はい、ジョイ戦に向けて、はい、そこはちょっと命もありしてやっていかないと、ジョイの体幹めっちゃしっかりしてて、蹴りとかも踏ん張ってても座れるぐらい力強く振り抜いてくるから、予想以上のパワーで出るなっていうのを意識してくれました。ジョイジやった時と点押し、点押しとやった時とのまあスパンの強度の違いはあるけど、はい、けどまあそうやな、今やったらまだジョリーの方がちょっと上かな、あ、その違いだな、もっと画像が多かったし、今ではきついと、今ではきつい、ただ燃える心のあれがある、あー、もう裕次郎さんに対して僕は心から燃えてないし、うん、指導してくださいっていうこの下から見る、うん、ジョリー僕食うつもりなんだろう、だ燃える心がまた全然違うし、うん、手数も、まあ、手数打てるから、だからやっぱ僕自分自身でも体力がないと思うんで、練習しなかったら変かもちろん思ってますから、また教えてもらいたい、全部あるから、次はラジスパーでできるように、あの大和哲也さん呼んでみましょう、あいや、そうやな試合でやりたいんで、正直裕次郎さんと大和哲也さん試合組まれるとしてなんか、それ見に行ったとしたらどっち応援する、これ複雑よね、一回お会いしてこうやって指導してもらってってあったら、うん、もう素直に、もう全然、もう全然、いや、ヤマト哲也さんありがとうございます、いいオチになったこれじゃあ女流戦に向けてね、ちょっと、はい、そうやね、はい、頑張ってください、はい、まあ、いつもまあ連絡もらえたら、まあ、ぜひ、はい、絶対見てへんやろうけど、大和哲也さん見てたら見ててください、試合しろよ、そうそう、試合しろよ、してください。